こんにちは。今回は比野計算に関する問題です。はじめに問題の内容を確認しておきますね。ABC の3つの時計をある日の正午に合わせた。同じ日に A が午後6時を示すとき、B は午後5時50分を示していた。これ A と B っていう時計がどちらか、もしくは両方ともちょっと狂ってるっていうことですね。B が午後7時を示すとき、C は午後7時20分を示していました。じゃあ C が午後11時を示すとき、A は午後10時何分で B は午後10時何分を示していますか。こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきます。この ABC の3つの時計ですね、全部が正確な時間っていうのを表すわけではないです。ちょっとずつ進む、もしくはちょっとずつ遅れる、全部が狂っている可能性もあります。この問題に手間取るっていうことは、条件のまとめ方っていうのはうまいこと言ってない証拠になります。どういうふうに条件まとめていくかっていうと、この ABC の3つの時計それぞれ違う速さで進んでいってるわけですね。速さの問題と同じように条件まとめていきましょう。こういうふうに線分図を書いて、まず3つの時計 ABC ですね、正午に合わせた。ここを12時としときます。じゃあ次に A が6時を示すときに、同じ時刻で B は5時50分を指していました。ここを18時ですね。ここを示すとき、午後5時50分ってことは17時50分、 B が17時50分を示しています。 B が午後7時、19時ですね。ここが19時のときに C は19時20分を示していました。では C が午後11時、23時ですね。この時に A は何時、B は何時を示しているか、これを考えていきます。同じ印ですね、丸と×。同じ印同士を示している間に、それぞれが何分間進んでいるかっていうのを考えます。A は12時から18時、6時間ですね。6時間っていうことは、ここからここまで360分。A が360分進む間に B はそれより10分少ないわけですね。 B は350分こんだけ進んでいることになります。同じように B と C ですね、丸と三角で比べることができます。12時から19時、7時間ですね。7時間っていうことは420分です。 B が420分進む間に C はそれより20分多く進んでいます。440分進んでいます。っていうことは、それぞれの時計が同じ時間ですね。これの間に進んでいる時間ですね。この360分、350分、420分、440分というのは、それぞれの時計ですね。それぞれの時計で進んでいる時間で、正確な時間ではないです。正確な時間。ここから、ここは実際には何時かわからないですけれども、同じ時間で A が360進むのに対して B は350。これだけ進んでいることになります。っていうことは A と B が同じ時間に進む時間の比、これとこれ簡単にして36対35ですね。同じようにここからここまでです。本当は何分あるかわからないんですけれども、その間に B は420分、C は440分ですね。420対440。これを簡単にすると21対22。これで ABC の3つの時計ですね。これが同じ時間に進む時間の比っていうのを表すことができます。35と21。それの最小公倍数考えると、これ105ですね。35を3倍したものだから36も3倍して108。同じように21を5倍したら105になります。22を5倍すると110。これとこれとこれ、これで3つの時計が同じ時間に進む日が出てきますね。じゃあ23時まで、ここからここまで3つ ABC が揃ってるところからここまでですね。11時間かかっています。660分ですね。これの6倍になってます。これが660分進む間に、これは6倍すると630分。これは6倍すると648分ですね。C より30分遅いのが B です。っていうことは、11時より30分前の時間だから、B は10時30分。同じように648分ってこれの12分前ですね。11時の12分前、10時48分。
こういうふうに答えを出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。